悲しみ誘うミッドナイト、こぼれる愛をちょうだい。言った通りよ。ですから生体強化後の訓練のため、しばらく君は私と一緒に暮らすの。だからどうして一緒に。嫌なの？私と一緒に過ごすの嫌なの？いや、その嫌とかそういうことじゃなくて、訓練とはいえ僕は男で、そのなんというか、まずいです。せーの、まずいですよ。まずい、まずまずい、まずまずまずい。せーのくん、キリコさん、何がまずいの？いや、なんでもないです、なんでもないです。僕が天音さんと。何してんの？早いとこにも一人に行って一緒に。キリコさん、僕急いでるんで。じゃあまた。特別なことをする必要はないわ。日常生活そのものが一番の訓練になるのよ。つまり教官と一緒にいるのがベストってわけ。日常生活なら寮でも構わないんじゃないですか？ルームメイトに世話させるつもり？迷惑かけるだけよ。おむつつけた君がいちゃうの。おむつ？これのこと。満足に歩くこともできない君は手のかかる赤ちゃんと同じよ。天南先生。やあ、アマネ、しばらくぶりだね。どっちも天気してんだ。寂しい思いをさせてすまなかったね。いやあ、私もいろいろ多忙でね、今も水戸様との極秘任務から帰ってきたばかりなんだよ。おや、誰かと思えばそこにいるのは、ああそうそう、覚えているよ。とても授業熱心で、基礎練のメニューでもやたらと時間をかける山田聖奈君だったね。そんなものに乗っていていいのかね。地道に歩行訓練から始めねば、いつまで経ってもおむつは外れないぞ。なあ、マネ。聖奈君、寮によって荷物を積んだらすぐに私の家に向かうから、忘れ物のないようにね。まさか。ダメだマネ、こんな原始衝動の塊と同居だぞ。この私が絶対許さん。山田聖奈、貴様生徒という立場を脇をして助教師に個人指導を強要するとは見下げ果てたやつ。いや、別に俺は。私のアマネが貴様のような奴に怪我されるなど、この天南星稜のプライドにかけて断じて認めんぞ。私のアマネが。だこら、アマネ、何をしている。お前、セイラ、離れろ。お前、わーなんと、どわー、うびー。あのアマネ先生。大丈夫よ、いつものことだから。いつもって、でも、いいんですか？何を？私のアマネってことは、その…バカのザレ言を真に受ける奴はバカになるわよ。あいつの言うことは授業以外では聞かなくていいの。はあ。そうそう、君の部屋あんまり広くないけど、いいかしら？それはもう全然。って、やっぱり行かなきゃダメですか？引っ越したばかりだから物も揃ってなくてね。でもね、お風呂は気に入ってるのよ。眺めが最高でね。まあちょっと狭いけど。
二人で入るくらいならちょうどいいわよ。二人で。なあ、こんにちは、セイナ君。こんにちは。アマリさん、こっちは終わったけど、そっちはどう？もうすぐ寮に着くとこ。そんなにかからないと思うわ。了解。それじゃあ、セイナ君、また後でね。はい。どうかした？あ、いえ、エルマさん、何かあったんですか？うちに荷物を運び終わったって。こっちも急がないとね。うち？もしかして私と二人きりだと思ったの？え？ですからセイナはまだおむつをつけたばかりですし、やっぱり俺たちが面倒を見ないと。そうですよ、アマネ先生はもちろん、エルマさんもお忙しい身ですし。二人ともそんなにセイナ君のことが心配なの？友達思いなのね。そうなんです。だからぜひ俺たちも一つ屋根の下で。ありがとう。でもあなた方も自分のカリキュラムがあるでしょ？それは先生の個人授業で。気持ちだけもらっておくわ。セイナ君が生態調整を済ませて戻ってきたら、また面倒を見てあげてちょうだい。あ、それじゃ意味がな。じゃあまた授業で。外泊届出してしまいましたね。なかなかいいお友達ね。ええ、あれが本心だったらもっといい子たちなんだけどね。分かってたんですか、あいつらの魂胆。当たり前でしょ、これでも刑事やってんだから。もっともあれだけ見え見えの顔してたら誰だって分かるけどね。だったら俺だって同じですよ。どうなっても知りませんからね。やれるもんならやってみろ。何かできるんだったら大したものよ。あ、天音先生、だって俺のせいで一級刑事になり損ねたって文句タラタラだったじゃないですか。なのにおむつをつけてぴょこぴょこ跳ねてる君の格好見たからもう十分。それにこれから面白くなりそうだし。今夜は寮に戻れないし、他に行くところもないし。ケネス君、どうするつもりなんですか？俺たち、これからどうなるんだろうね。どうもこうもねえよ。船がお釈迦になったんだからな。当分陸上勤務か。グッバイ、マイ旅行。はあ、はあ、これというのもせいだがな。はあ、どう。こんにちは。ああ何してんの？行くわよ。あの、ここ天音先生のご実家ですか？そんなわけないでしょ。ただのセカンドハウスよ。セカンドハウス？そう、講師にされちゃったでしょ。通勤に便利だから買ったの。はあ。どうしたの、セイナ君？早く入って。ここ本当にセカンドハウスなんですか？知らなかったの？アマネさんってカウナックのお嬢様なのよ。それはケネスたちに聞きましたけど、カウナックって宇宙有数の超高級服飾ブランド。地球ではさすがに流通してないでしょうけど。乗って。はあ。カウナックって地球以外では結構有名なブランド。はーい。え？セイナ君、こっちよ。しかもアマネさんはそのカウナックの超有名なトップモデルだったのよ。これくらいわけないわ。そんな人がなんで GP に？うん、ちょっとお父さんとね。うん、エルマン、おしゃべりが過ぎるわよ。え、はいはい。ああ。どう？気に入ってくれた？はあ。あの、そんなに広くないとか言ってませんでした？これくらい大したことないでしょ。
後でいろいろ買いに行くから、それを運び込んだらもっと狭くなるわよ。狭くねえ、俺んちが丸ごと入るんですけど。まあ日当たりはそこそこだけど、眺めはそれなりにいいわよ。ああ来たね、もう一人の同居人。もう一人？ああ。もう一人ってキリコさんだったんですか？え？あれ知らなかったの？キリコはここでの君の保護者なんだから、面倒を見る義務があるわけよ、こういう場合。ああよろしくね、セイナちゃん。こちらこそ。セイナ君、私が挨拶した時はそんな顔しなかったじゃない？そんな俺は別に。でもね、エルマ、セイナ君ったらずっと私と二人きりで暮らすんだと思ってたらしくって、興奮しちゃって大変だったの。そうなの？いやほら、そんなことしてる暇ないでしょ。はいはい、はい、ところでさ、前から聞きたかったんだけど、キリコって何やってんの？これ外宇宙航空洋艦のコアユニットクルーザーだもんね。こんなの普通の GP 職員が持てる代物じゃないわよ。マイリ様から使わない機体を借りてるだけよ、外宇宙ユニットだってないし。それより例の話するんでしょ？アイリ様の船だからセキュリティは万全よ。うん。ああ。例のコンピュータートラブルって、俺のせいだったんですか？気にしないで。君のパーソナルデータが引き起こしたからって、君の責任じゃないわ。はあ。でもこれは他言無用よ。アカデミー内でもトップシークレット扱いだから、気をつけてね。そこまでのことやらかして、よくこの程度の罰で済んだものね。ま、結果的に大量の未発見ウイルスと、哲学家のセキュリティにバグまで見つけましたから。その代わり、原稿と、セイナちゃんの得意な確率の偏りをチェックする任務、言いつかったんでしょ？セイナ君の確率以上には興味があるから気にしてないわ。グッドタイミング、着いたみたいね。着いたって、この船、動いてたんですか？ええ、乗り込んでからすぐにね。全部天音の家まで転送してもらってもいいんだけど、なんだか味気ないからお買い物に来たのよ。キリコはそういうとこ、地球出身なのよね。クルーザーに転送するのも、うちに転送するのも同じなのよ。いいじゃない。ねえ、まずは日曜雑貨から選びに行きましょう。地球人って面倒だな。ねえ、これもいいし、こっちも悪くないわね。セイナちゃんはどっちが好みかしら？あ、どっちでも。どっちでもじゃ困るの。セイナちゃんが使うんだからセイナちゃんが決めて。はあ、そう言われても。何よ。キリコまるで新婚さんみたいに。あ、そういうわけじゃ、ね、え、あ、いや、そのセイナちゃんもそう思う？いや、僕にはなんとも。いやだ、セイナちゃん何照れてんの？すいません。ねえセイナ君、入浴剤は何がいい？あ、アロマテラピーも精神安定だけじゃなくて、逆に興奮させるものもあるのよ。せーな、それよりさ、バスローブ見に行こう。私にはセイナ君に選ばせてあげる。あ、でも何もなしの方がいい？あ、それは。なんでシャンプーを選んでる途中なのよ。香料もバスローブも私が選びます。キリコだけずるいわよね。そうそう、ずるいって。そんなじゃないわ。でもずるいもん。もう、私は子供の頃からお風呂にだって入れてあげて、全部わかってるんだから。全部わかってるんだ。全部は言い過ぎかしら。いや、あの、なんていうか。あ、ねえセイナ君、私たちとも全部わかり合いっこしましょう。
そうそう、私もエルマもみんな一つ屋根の下なんだからさ。それがまずいのだよアマネ。やっぱり来たわね。ああ何度でも来るとも。この天南星稜、アマネのためにする苦労は厭わないつもりだ。やっぱ海に落ちたくらいじゃ。聞いてくれ、私も誇り高き GP の一員だ。優秀な生徒も、そうとは言い切れない生徒も、等しく戦力にしなくてはならないことは分かる。しかしアマネのように教官として優秀な資質を持つ者は、優秀な生徒のみを教えるのが道理ではないか。幸い山田聖奈には自ら保護者を買って出るほどお人よしの正木先生もいることだし。しつこいね。いい加減諦めなよ。なんたってあたしと聖奈はもうした仲なんだからね。そういうことなの。だっけ、ごめん。先生した。せいなちゃん、キスとんでもない。ひどい。忘れちゃったの？ほら、初めて会った時に。初めて。してあげたでしょ。人工呼吸。本当にもう二人して真っ赤になっちゃって何やってんだか。セーナ君。だけどあれ、私のファーストキスだったのよ。そんなにむくれないでよ、キリコちゃんってば。別にむくれてません。ここおごるからさ、機嫌直してよ。知りません。ああ、セーナ君、私水飲みたいな。厨房に行っておばちゃんにもらってきて。あ、はい。あ、ちょっと甘ね。いいから。セーナ君、ここのおばちゃん耳が遠いから大きな声でおばちゃんって呼ばないとわかんないからね。わかりました。セーナちゃん。すいません、おばちゃん、お水もらえますか。おばちゃん？あ、アマネ先生、喜んでるし。今おばちゃんって言った？言ったね、おばちゃんって。ひどいです。何が？でも、どうして理事長が定食屋さんで働いてるんです？働いてるわけじゃないのよ。お世話になった人に頼まれてね。それに、料理は趣味なの。趣味？昔ある人に、おいしい料理が作れればどこでも生きていけるって言われてね。それ以来どんなに忙しくても料理だけは続けているの。はい、もういいわよ。そろそろ料理もできるからテラスの席へどうぞ。わあ、すごいでしょ。これ何なんですか。これね、ある人の実験の暴走でできちゃったのよ。和臭の毛穴なんて呼ばれてるけどね。毛穴ですか。さあ召し上がれ、セーナ君。あ、はい。あ、いただきます。美味しいです、アイリさん。本当？じゃあどんどん食べてちょうだい。はい。山田聖奈、貴様に決闘を申し込む。生態強化をしたとはいえ、所詮は辺境生まれの辺境育ち。断じてお前などにあまねは。デリバリー先は？冷凍パックにして配達可能な地域で一番遠い未開発惑星に衛星軌道上から投下してください。毎度あり。
大丈夫なのかな。そうそう、うまいわよ、坊や。力を抑えるのってこんなに大変だったなんて。頑張ってるね、セイナ君。エルマ、あの様子ならすぐになれると思いますよ。心配いりません。セイナちゃんの部屋片付けてこなくちゃ。今日はここまでにしようか。初日から飛ばしすぎるのもなんだしね。はい、ありがとうございました。かなり筋肉も疲労してるはずよ。よくマッサージしないとね。さあ行こう。そうだ、セイナちゃん、マッサージしてあげるからお部屋に。あ、って、いない。おかしいわね。あれだけ確率に偏りのあるはずのセイナ君が今日に限ってほとんど風に合ってない。もう大丈夫です。一人でやれますから。ダメダメ、これやっとかないと明日大変なことになるわよ。でもはい、体を起こして。今度は腕。なんだ、キリコ、遅かったじゃない。あんたも一緒にセイナのマッサージしな。この程度じゃバランス取れないんだけどな。訓練と称されて手渡されたものは雑巾とバケツ？床掃除ですか？次回天地無用 GXP 雑居時代。悲しみさそう見ないこぼれる愛をちょうだい。黄色い
セーナちゃん、セーナちゃん、昨日はだいぶ疲れてたみたいだし、やっぱり私が起こしてあげなきゃ。セーナちゃん、朝よ。あと5分、5分だけ寝かせてお母さん。ほら、セーナくん、起きなさい、セーナくん。起きなさい。してないの？別に喧嘩なんかそういう意味じゃないんですけど。はい、セーナちゃん。あー、エルマさん。あー、あー、こんな感じで新婚さんごっこしてると思ったんですけど。いい加減にして、早く食べないと片付かない。おはよう。あまね、なんで格好でうろついてんのよ。どうセーナ、体の調子は？筋肉痛とかはない？少し。ちょっとあまねってば。マッサージしてよかっただろ。じゃなきゃ立ち上がれないと。なんやん。それは。あーん。ねえ、セーナちゃん、昨日のことまだ怒ってる？いや、あまね、いい加減にしなさい。せめて前を隠しなさい。こう？なんだかその格好の方が。なるほど、こういう格好の方がいいんだ。ねえ、セーナ、落ち着きで。まあねえ、なんだよ、なんで、まいったなあ。天音先生にも、これじゃあキリコさんに。よ。あれれれれ。セーナちゃん、コーヒーでも。いや、参った参った。セーナのやつ、いきなりなんだもんな。よりによってトイレのドアを広げて覗くなんて。びっくりしちったりなんかして、いいよって感じだよ、お前。セーナちゃんがあんなこと。でも、あっちのトイレってセーナ君専用にしてたんじゃない？ことは、あまねえ。やれやれって感じ。はいはい、セーナのおもりは私に任せて、とっとと仕事に行ってらっしゃい。頑張るね。頑張ります。とっととっていう言葉に嫌な予感が。まあまあ、MB に監視カメラをつけましたから、後で何があったか分かりますよ。こっちで常時モニターできないの？このうちセキュリティレベルが高くて、すぐに早く行かないと遅刻するわよ。行ってきます。さーてと、邪魔者もいなくなったことだし、どうか遊びに。さあ、特養特訓。はい。天音先生、これって。そう、見たまんまにお掃除よ。前にも言ったでしょ、
日常の生活が一番の訓練なの。わかった？はあ。さて。あ、NB をどうするんですか？なんかいじられた跡があるし、ついでにカスタマイズしてあげようと思って。ほら、ぼーっとしてないで掃除する。これでよしっと。ついでにいろいろ面白そうなソフトも入れといてあげるから、楽しみにしてなさいね。はい、お願いしっか。まだまだ力の加減がつかめてないよね。頑張ります。ん、なるほど。セーナ君、セーナ君。はい。うん、なんだろうな。わー、セーナ君。なんでも、なんいいわ。マジ出ちゃいました。まだまだ鍛えなきゃいけないそうね。何をです？あっ、いろいろ入れすぎたかな。ちょっと壊れちゃったんですか？そうそう、ネックのことでは壊れないと思うけど。やめてください、本当に壊れちゃう。大丈夫？頑張ります。羨ましいよな、セーナのやつ。天音さんの家に住み込んで、綺麗なお姉様方に囲まれて毎日楽しんでるんだろうな。でも生体強化をして昨日の今日じゃ筋肉痛でそれどころじゃないと思います。おはよう。おいおい、天音さんの個人事業だぞ。今頃セーナは本能の赴くまま天音さんとラブラブのウハウハのぐっちゃぐちゃに決まってるだろ。ありえるかもしれませんね。ぐっちゃぐちゃ。今キルト先生はいないし。いい気持ち。ほらほら、早く掃除してちょうだい。次はそっちのお風呂に入りたいんだから。わかります。そこが終わったらセーナも一緒に入る。またマッサージを。今はいいです。ほら、人と話をするときはちゃんとこっちを向いて話しなさい。からかわれてる絶対に。あ、僕行ってきます。逃げたな。いやあ、セーナ君久しぶりだね。あ、訓練の方は順調かね。あははは、君のことが心配で思わず様子を見に来てしまったよ。ちょっと天南先生。いらっしゃい。なんだこいつは。天音屋、先生なら今お風呂に。何？風呂だな。って入浴してから随分経っとりまんな。何？もしや風呂場で倒れているのでは。見に行きましょうか。うん。おお。先生。暴れ！あまねえ、どこに隠れた？探してどうするんだ。そらもう心臓マッサージャーのマウスマウスを。いやあまねえ。ほな、あとよごしゅう。無事でよかったな、あま。ラブラブのウハウハのぐっちゃぐちゃ。そんなことないわ、セーナちゃんに限って。セーナちゃんに限って、ラブラブのウハウハのぐっちゃ。やりすぎじゃありません？あのくらいじゃ死にゃあせん。それよりお風呂掃除の続き。はあ、でも、なあ。ほら、さっさと。その前に何か服を。つべこべ言わない。うわあ、セーナちゃんは絶対ぐちゃぐちゃなんかじゃない。あ、よう。いやー、ぐちゃぐちゃー。ピンコさん、違うんです。クンズホグレツ、ハデシュウオマンナ。セイナちゃん、違うんです。キリコさん、誤解です。おお、誤解なのかね。え、親父。で、何しに来たわけ？母さんが天音の顔を見たいとうるさくてな。嘘つけ。母さんはな、今日
今日こそお前を家に連れて帰ると。言ってないだろ。しかしなんだな、カウナクを飛び出して GP に入隊したかと思えばこんなみすぼらしいうちに男と住んで。あの、僕は。だからどうした。お父様違うんですよ、天音さんと聖奈君とは教師と生徒の関係で。一緒に風呂入ってマッサージし合う仲なんやで。嘘だろ天音。嘘ですよお父様。私はカウナクに戻る気はないの。だから帰って。まだ言うか。一生ね。昔はあんなに素直で可愛かったのに。ああ、昔の天音見るかい。はあ。かわいい。お父さん、いつまでも娘のまま思ったがあかん。もう綺麗な体やないよ。話してても時間の無駄だ。せいな、外で特訓よ。はい。ならば仕方ない。教師と生徒としてちゃんと特訓してるか確かめさせてもらう。さっさと帰れ。いいんか、ミータがおったまれますぜ。まず天音班の手を。キリコ先生が早退したって。ああ、天音先生に加えてキリコ先生も。じゃあぐっちょぐちょどころか三つどもえのさ、ぬとぬとのベトベトのスパンスパンスパンだぜ。せいだとキリコ先生と天音先生がぬとぬとのベトベトのスパンスパンスパン。ま、今エルマさんがいねえし。どうした、まだまだ休んじゃダメ。楽しそうだな。これからですぜ、これから。早く帰ってくそよ。ちゃんとお話しすれば納得してくださるんじゃ。やだね。天音班はあの旦さんにぞっこんでしてな。朝は裸エプロン、ご飯は口移し、その上。なあ君、彼はどのような男なんだ。よう聞いてくれはった。あの旦さん、実は横にいるキリコ班、エグマ班とも関係がありますんや。な、天音を騙しているのか。それだけやおまへん。アカデミーに入る途中、えらい手柄あげよって GP でチヤホヤされてますね。男として許せんタイプだな。でも良さそうな子じゃありませんか。お前、そろそろランチタイム。お邪魔しちゃ悪いでしょ。あなた、キリコ、あまりと水止まりませんね。ヌトヌトのベトベトのスパンスパンスパンなんて。己せいなめ、死なす、絶対に死なす。これからやで、ほんまこれからがすごいやで。なあ、もう少しだけ天音と。先生、よかった。See you。 何のお構いもできませんで。またいらしてくださいね。いいお父様ね。はい。ご覧になったあなた、セイナ君に駆け寄った時のあの子の顔。いつの間にか女らしくなってしまったね。しかし、ちと若すぎやしないか。お前、どうしていつもそっち向いてるんだ。いけませんか。いや、それはそれでオッケーだが、絵的に無理があるぞ。あんまね、あんなに可愛かった天音が。お前、あの子が幸せなら
いいじゃありませんか。第一、あなたが選んだ方々はみんなダメダメでしたわよね。あまねえ。あまね先生、お見送りしなくてよかったんですか。今日はいろいろごめんな。なんかみっともないところも見せちゃったし。いえそんなことは。先生失格だな。でも安心しました。どんなに科学が発達しようとも、僕の生まれた地球と同じようにみんな泣いて笑ってしてるんだなって。私ね、モデルの仕事嫌いじゃないの。でも私がカウナックである限り、それがどこまで本当の実力なのかわからなくて。天音先生、だからかな、 GP の仕事が好きなのは。天音先生、俺を、なんだ、山田聖羅、貴様に決闘を申し、いいところ邪魔するんだ。で、さっきはゴタゴタしてて聞き忘れたけど、なんであんたたちがこの時間にここにいる。だってお昼ご飯の用意忘れてきちゃったんだもん。研究資料忘れてきちゃったんだもん。なんたら子供か。そんなこと言って、あまねこそちゃんとセイナちゃんの訓練してたんでしょうね。そうですよ、当たり前じゃない。セイナはもう第一段階をクリアしそうなのよ。それはさておき、ダンさんと姉さんの鼻血と汗と涙の一日を見とおまへんか。はい、お願いしっか。まだまだ力の加減がつかめてないよ。頑張ります。あ、なるほど。セイナ君、セイナ君。はい、なんでもない。バーカッカー。セイナ君、セイナ君、なんでもないわ。あんたたちも仕事に戻りなさいよ。ね、ねえ、不安だから私も訓練付き合います。手助けはいらないわよ。一人じゃ不安です。言わないでよ。にぎやかだな。にゃんたら帰ったんじゃ。お昼を食べてきただけだ。 NB 君が面白いものを見せてくれるというので。ちょうどいいとこです。激エゴピックンよ。セイナと訓練の邪魔だ。全員出てけ。はあ、なんか今日も一日とんでもなかったような。セイナちゃん。え、疲れたでしょ、セイナちゃん。いや、大丈夫です。遠慮しないで、私が背中を流してあげる。いや、本当に。セイナ君。え。あの人の、いやもうお腹いっぱいで。セイナ、え、セイナさん、今日は大変だったから、念入りにマッサージ。え、着替えないでいいわけ。お休みですか今日。ご心配なく、ちゃんと愛理様と三上様には許可をいただいてます。私たちもセイナ君の訓練に付き合えとの命令ですね。聞いてね、ジン。本当ですか。ああ、キリコ先生とエルマさんもアマネ先生と一緒にセイナの指導につくってさ。
じゃあ今頃4人で、はい、セーナとキリコ先生、天音先生、エルマさんのエロエロ肉肉のグランドクロス、うん、そこそこだぜ。あー、エロエロ肉肉のグランドクロス、あー、そこそこだ。肉肉セーナ先生、やっぱいねえし。セーナー、許さんぞ。エロエロも肉肉もグランドクロスも、あー、そこそこも許さん。行われることになった。初めての実地訓練、初めてのまともなカリキュラム、何か面白い訓練だと嬉しいな。次回天地無用 GXP 波乱の宇宙研修公開。